こんにちは、管理栄養士リサです。今回は福岡の役員にあるザ・ルーツネイバーフットベーカリーにやってきました。店内はこんな感じ。冷たいケースにはサンド類、もうねどれも美味しそう。そして下の段には流行りのマリトッツォにフルーツサンドもありました。そしてパン、ここのパン屋さんはハード系のパンも得意とのことですが、なんだこれは、すっごい美味しそうじゃないですか、どれも。それではしばらくパンの映像をお楽しみください。そしていっぱい買いました。ここの店ですね、実は数日前に来たんですけど、時間が遅すぎてほとんどパンがなくて全部売り切れちゃってたんですよね。で、今日はいっぱいあったんでいっぱい買ってきました。そして買ってきたパンがこちら、アラビアータドッグ、エビと大葉のクリームチーズポテトサラダ、スモークチキンとアボカドサンド、ピスタチオのエスカルゴ、極太ソーセージシュークルート、ガーリックシュリンプです。そしてこちらも買いました。長い、中にはね枝豆が入っています。どれも美味しかったんですが、私のベストはスモークチキンとアボカドサンドです。これねすごいおすすめです。一度行ったらまた行きたくなるパン屋さんなので、皆さんもぜひ行ってみてください。場所はこちらです。